大学4年、趣味でアーチェリーをしています。大学卒業後も競技を続け、競技普及に努めたいと思うんですが、マイナースポーツ、競技場の敷地、道具にお金かかるなどの理由から、なかなか普及していくことが難しそうです。このようなスポーツが世間に浸透していくために、まず何をするべきだと思いますか？また、フランスのアーチェリー事情、事情のも知りたいです。見たことないですね。まあ、日本でもアーチェリーやってる人を見ることはほぼないので、そういう意味でどっかではやってるんだと思うんですけど、見たことないです。はい。